調布市では次代を担う子どもたちを被爆地である長崎へ派遣し、戦争・平和に関する現地施設の見学などを通じて、戦争の悲惨さや平和の大切さについて肌で学ぶ機会を設けること、そしてその成果を広く市民へ還元することを目指し、中学生長崎平和派遣を実施します。応募対象者や派遣期間についてです。対象者は市内在住または在学の中学生で、募集人数は12人です。派遣期間は8月8日から10日の3日間、青少年ピースフォーラムにおいて被爆体験者講話の聴講、長崎原爆資料館や平和公園を見学、折り鶴の献納などを予定しています。応募方法は6月5日までに志望動機を書いた課題作文を作成の上、申し込みフォームからお申し込みください。応募多数の場合は書類選考となります。申し込みフォームは市ホームページからアクセスできます。派遣への応募については6月5日までに申し込みをしていただき、6月下旬頃に結果の通知を発送します。このほか調布市が取り組む平和記念事業についてです。 FC 東京との連携事業でピースメッセンジャージュニアの取り組みがあります。 FC 東京の夏のアウェイゲーム開催に合わせて、市内の小学生を調布ピースメッセンジャージュニアとして派遣し、各地に残る戦跡巡りなど平和学習を行います。今年は8月31日から9月1日に広島へ派遣します。このピースメッセンジャージュニアの応募対象者や応募方法についてです。応募対象者は市内在住または在学の小学校5、6年生です。募集人数は10人で、応募多数の場合は抽選となります。6月5日までに申し込みフォームからお申し込みください。申し込みフォームは市ホームページからアクセスできます。調布市は戦争の悲惨さや平和の尊さを伝えていくための取り組みとして、郷土博物館や図書館、福祉総務課、各公民館で毎年夏ごろ展示会などさまざまな平和記念事業を実施、これらの事業とも連携して子どもたちの学習成果を広く発信していきます。平和関連事業について詳しくは司法でお知らせしますので、ご注目ください。